内山幸四郎死刑証一家の名字第2回昭和55年1月19日京都総選寺にて収録。テキストのこれページが上と下とついてますが、上のページでいくと50ページ下の段の2、4、6、約9行目ついに道を得てのち人に示すに曰く人事法世界これ一家の名寿と時に相当公家たまわる和尚を言えることあり人事法世界これ一家の名寿と学人遺憾が得得せん師曰く人事法世界これ一家の名寿絵を用いて何かせん師来日かつて帰ってその層にと人事法世界これ一家の名寿何時そもさんかえすそういわく人事法世界これ一家の名寿絵を用いて何かせん師いわく知る何時が国産菊釣りに向かって活計をなすことを今同種する人事法世界これ一家の名寿初めて原社にありその終始は人事法世界は広大にあらず未小にあらず法縁にあらず中小にあらず八八八にあらず露経経にあらずさらに生じ古来にあらざるゆえに生じ古来なり陰物ゆえに赤日増四個にして二根十四来なり充填するに誰か偏偏なりと献鉄するあらん誰かごつごつなりと献古するあらん人事法というは畜物以降ちっこ遺物の未休なり上昇地着を客と同種するこれ回答勘面なり天理陶器なりちっこ遺物のゆえに未休なる人事法なり既戦の道理なるゆえに器用の監督に編まれることありこれ一家の名字は未だ何あらざれども道徳なりこれを何人事来たることあり一家中は直主晩年なり寛古未了なるに寛婚到来なり新婚新婚ありといえども名字なり秘書の草木にあらず健婚の三河にあらず名字なりとまあそこで原社が道を得て後ですね人事法世界これ一家の名字そうしたらそのモルさんが出てきてですね承るに和尚を言えることは人事法世界これ一家の名字学人遺憾が得得せん人事法世界これ一家の名字とおっしゃいましたがそれをどう理解したものでしょうかということですね師は人事法世界これ一家の名字絵を用いて何かせんなものを理解するもんじゃないと、まあ、そうすると師来日ってのはその翌日ですね帰ってその層にと人事法世界これ一家の名字何時そもさんかえお前どう理解したかそういわく
人実法世界これ一家の名字絵を用いて何かせん昨日言われたことそのまんまねもうそんなこと理解するべきもんじゃないってありませんとこう言ったんそしたら C は知る何時国産木物理に向かってこう真っ黒の山の中この鬼の穴の中へこう首突っ込んじゃってですねそしてジタバタしてるということがよくわかるこういう問答ですでこの問答を表面だけ見るとこの層は、芸者のその言ってることはねまるっきりわからない人間でいかにもそれで最後に、知る何時が国産木物理に向かって活気をなすことをってねお前は何も分かっちゃいない変なところで妄想してんだなっていかにもね不合格食わされたように見えるわけだところがですねちょっと見方変えると同じ、問答がいかにも心が通じ合った同士の会話にね、会話として受け取られることがあるっていうんでそういう例としてねこの前ちょっと最後のところで色気の話を持ち出して言ったわけですねでそれとその色気の話この前はあれですね男が蝶はばかりおめかしてどうしたんだいそうすると女がですねおめかししてるってそんなこと聞いてどうするのとかでしばらく経ってから今度女がですね今日お化粧してるのはねとこうまた文字出したそうしたところが男がそんなこと聞いてどうするのとこう言ったら女が「あら何か誤解してるのね嫌な人ね」っていうそういう会話をですねこの前ちょっと付け加えたわけですねそうするとこの会話色気が何も分かってないところからいや男が何か何も分かんないで言ってるように思うけど色気っていうのを一つ付け加えてみるともうちゃんと男は女が今日お化粧してるっていうねそれがすっかり分かってて言ってると今日いい人来るなって言うんであれしてるわけですねそれと同じようにね今のこの問答もちょっと見方変えるとこの層とそれから現象と心を通じ合っててそして問答してるように見えるそういうこともあるわけだで今不合格食わされたようにって言ったけれど本当は何時国産菊池に向かって活気をなすことをしてね地上を持って物を噛んだって言いながらねちゃんとこう許してるっていう風にも見えるということですねところがこれこの一家の名手の巻をこうよく読んでみると道元禅師はねこれをさりとって必ずしもこの層は合格って言ってるわけでもないしかし不合格っていうわけでもないでこの一家の名字このところが微妙なところなんですがねこの一家の名字のでもって言わんとするところはその合格不合格を超えたところですねそれを言おうとしてそれでそういう観点からこの道元禅師がこの一家の名字を提唱されるこのそれにしてもですねこの今ちょっとずっと本文を読んでってみて分かるようあれだけれど文章があんまりにもこう難解でしょそして
一見ずっと読んでみて何が何だかさっぱりわからんというのがその、皆さんの気分だろうと思う。でそれでまあしょうがない、いちいちその軸を解釈してですね、あるいは注釈を入れて読んでいかなきゃならないんですが、それじゃあ軸の仲介だけ入れたら分かるのかっていうとやっぱり分からない軸の注釈を入れて分かるんだったら、今注釈書っていうのね、いくつも出てるんです。昔からも出てる、最近のものも出てる。そういう注釈書を読んでみて、それじゃあ分かるかっていうと、いよいよ何が何だか分かんないっていうのは調べてみりゃお分かりになりますかね。その仲介書でも提唱本でも読んでごらんさ、 いよいよ分からなくなる。で今この頃は、商工言語が、商工言語、商工言語ってバカにたくさんの人がいろいろ書いてるけれど、それ読んでスカッとこう分かるって、なるほどって言ってるのはほとんどないんだと思う。私みんな見ているわけじゃないから知らないけど、いや私は大体全く人のものは見ないと思うね。もうこれ申し訳ないけれどね、世間なんてあんまり関係のない男で、で無限に湧き出る泉は事故であるっていうのは私の信念。それでこのあれですね、その点まずこの人事法世界、これ一家の名字っていうのが一体何を言ってるかと、それの方が大切だって、それがよく分かって、そして読んでいけばね、本当は当たり前のことが書いてあるんだと思う。それをともするとね、これみんなこうこの一家の名字に限らずね、現像全部どの巻見てもみんなわからないのはね、これを一つの謎解きみたいに考えてる人が多いような、そのうちこの頃、まあ、テレビでも何かでよくやってるじゃないですか。何だって何なんだ何なんだのものは何っていうようなね、ここでも人事法世界、これ一家の名字って言って、人事法世界は広大にあらず、微小にあらず、方圓にあらず、中小にあらず、活発発にあらず、露経経にあらず、さらに生じ古来にあらざるがゆえに生じ古来なりっていうものはなーにあれなんだろう、 それでもって一生懸命考えた。だから見当はこれは大概外れるもの。それで人事法っていうと、人事法っていうことはね、東西南北私有上下、この東西それから南北、それからその間にこう私有っていうのは、それから上下ですね。そうするとそれだけ見てさ、あれなんだから、広い空間考えるのね、はあ宇宙か。そしてそれが一家の名字っていうと、はあ何かこう一つの宇宙的世界が一つの玉みたいなもんかって、そういうね妄想するもん。それで大概謎解きは当たらないんだね。それでところがね、本当に大切なのは、現像に書かれてるものは全てね、現像に書かれてるこのこれからいろんな巻も読んでいるけれど、どの巻も、その結局はその中身、実物はって言ったら、道元禅師の教えられるね、至観多座、
自重三昧、これなんです。この実物をしっかり知ってみればですね、そのこれ本当に当たり前のことが書いてある、決して不思議なことを書いてあるわけじゃない。それを残念も何もしないで、あるいはその臨済の公安禅流の座禅をしたい、そこからこうどこれを見たらば全てが公安みたいに見える。そして何が何だかわからない、このどの辺の境界を言ってるのかな、まあそういうような、最近出てる注釈文はそんなのが多いと思う。でこれはね、まっすぐに、ただまっすぐに道元禅師の教えられるその座でも座ってみれば本当にいちいち当たり前のことが書いてあるんだ、そう難しいことが書いてあるわけじゃないんだ。だから今言ったあの人実法っていうのも、東西南北私有上下って言って、これがまあ普通のあれですがね、これは自己の問題として考えてもさ、自己の問題だ、東西南北私有上下。そしたらね、結局私がいつも言う、どっちへどう転んでもって手元足元どっちへどう転んでもっていう話になる。で人実法世界というと、どっちどう転んでも自分の出会うところだ。それがね、これ一家の名字だ。これは自己切りの自己、自己切りの自己っていういろいろなその風景が展開するけれど、これはいずれも自己切りの自己の生命に出会ってるということだということですね。それなんです。でこのどっちへどう転んでも自己切りの自己っていうね、これまあいつも私がお話ししてるんで、いつもあの私の話いつも来て聞いててくださる方はもうそろそろ、うん、耳にタコができるぐらい聞かされてるんだと思う。それでもこのこれが言葉ってやつは妙なんですね。どっちどう転んでも自己切りの自己だって、それで概念になっちゃう。それで俺のそのそのピンとくるね、俺の話に入ってこない。それでまたあの同じような話するわけだ。それで、ね、ところがこれ同じような話を重ね重ね聞いているうちにね、いつかその耳にタコができているうちに、あ、なるほどって、ね、その思い当たる時が来るわけだよね。だからこれやっぱり同じ話をね聞いて、まあ信州の人でもあの聞いて聞きまくるって言うけど、これ大切なんですね。でまあ、 あの私自身も沢木老師の話を聞いて聞きまくってる。25年聞いてんだから、それこそもう沢木老師の話この次何するかっていうのまで分かるくらいあれするわけですがね、それで初めてこう自分に入ってきて初めてあの私の栄養分なんだからね、それはああもう分かった、あの人の話はいつも決まってるって言ってね、それで簡単にやめる、もうあのやめる人もたくさんいるわけだね。これ沢木老師の話でもそうだ、沢木老師の話、あ例の沢木さんの話か、もう分かってるいうお粗末なのがいるからね、このあれは決してねそんな簡単なもんじゃない。同じ話を聞いて聞きまくっていながら、そのある時はほっとなるほどそうだ、あこれなんだなっていう実物に突き当たるわけね。これだから色気の話と同じだ。
小説いつも子供が読んでても、もうまだ色気以前の子供にはわからないね。言葉を全部暗記してても、いや私なんかでも小さい自分賢かったから、その百人衆全部覚えた。だけどさ、その百人衆には色気の話も出てくるけれど、全部暗唱してても色気とは関係ない。それでその点ね、もうやっぱり同じことを繰り返すのかしょうがない。で、自己切れの自己の世界っていうのはどういうのかっていうと、いつも言うよ、いつも言うのは、このコップっていうのね、このコップ一つでも、私が見てるコップと皆さんが見ているコップと、これ生命の実物体験というとこから言ったら、みんなそれぞれ、決して私の見ているコップと皆さんの見ているコップと同一じゃないんだってことね。でこれどうしても私は私の角度から見、そして私の視力で見、でその時その時の光線加減で見るんだから、これそれが現ナムの生命体験で、仏教の一番大切なところはその現ナムの生命体験の実物、これが大切なんだからね。これだけを見てる。それを我々はいつも言うけれど、ほやっと生まれて、そして名前をだんだん覚えさせられる。いつも同じような人がと出会うと、そうすると人間の抽象力、頭赤ちゃんであろうと抽象力が働き始めるんだね。そして何か同じような顔、こういうそこへ親がママっていう言葉を教える。そうすると母ママっていう女のお母さんをママって言って覚える。そういうで、いつ見ても同じママだと思うんだ。そういう癖つけちゃうんだね人間ってやつはね。ところがこれ、それは癖でしたね。生命の実物っていう点から言ったら、その時その時お母さんの顔だって刻々に変わってんじゃん。これ新陳代謝してるんだから、もうあらゆる細胞も変わってるだろうし、で 分子とか原子とかっていうのになると、もうどんどん変わってんだっていうのを、まあ、今日の科学でも言うじゃないですか。だから刻々に変わってる、違いない。そしてその時その時の光線加減とかね、あれなんだから、現ナムの生命体験は刻々に違ってんで、決して同じ概念でことが進むことはないわけだ。だからこのコップ一つでも同じコップって、そうお粗末に決めちゃいけないんだ。でコップっていうね、概念は概念ですよ。みんなと通じ合ってるっていう、そういう概念もある、そういう面もある。だから人間のね、あれは複雑なのはそこのとこですね。その概念で通じ合うっていうところは、その生命的でない。そうすると、いわば何ていうかな、純粋、アリストテレスの言葉で言うと純粋係争、係争と質量で一つのものがこう構成するとすると、その純粋質量っていうのね、その係争的なものは人間が通じ合う、それに対して全く通じ合わないその純粋質量っていうようなものはこそが本当の生命の実物かというと、そう簡単に言えないんだから難しいね。というのは、我々人間は事実その抽象して通じ合うという力も事実、生命の実物として持ってるんだから、だからそれを捨てたっていいわけじゃない。だから通じ合う面と、それから通じ合わない面とってね、それを人ひっくるめにした
その生命の実物を考える実物ですね。しかしともかく普通がこう通じ合うコップならコップって、これが一つの実在だと思ってるけど、そう決してそうでないっていうこと。そしてその少なくとも、じゃあこのコップっていう概念だけは通じるんだとすると、またコップっていう概念を聞いて、でかまた考えってやつ、またその複雑なんだからね、その人義理なんだから、そうでしょ。例えば普遍妥当性っていう言葉を聞いて、これはまあ西洋哲学で言えば、あらゆる人に通ずるっていうね意味なんだ、概念の意味としては。ところが普遍妥当性っていう言葉を聞いて、どういうことをみんな皆さんが考えるかと、これはね、受ける感じ方はみんなやっぱり違うんだと。おかしいですね、この人間生命ってやつはね、人間生命の実物は、だからね、複雑なんです。そして結局ね、あれなのは自己の通じるっていう面もあるけれど、その通じる面も人ひっくるめにして通じている面ぐるみだ。自己切りの自己、私は私は生きる、それだけ。それでだから、そのまあ今私が一生懸命皆さんに話して、いかにも通じさせようと思って一生懸命やってる。しかしながら本当はそれぐるみ私の独り言だ。皆さんも私の話聞きながら、分かる分かったってこう言いながら、何自己切りの自己を見てるわけと。結局の話ね、根本的には誰でも彼でも自己切りの自己生きてる。コップだけに限らない、あらゆるものもみんな自己切りの自己が味方してる。それからあらゆるその言葉の意味も自己切りの自己の味わい方をしてる。だからあらゆる、事件、いわゆる何て言うかな、一つの病気するんでも、その病気って言って病気をどう病気するかって、これね自己切りの自己ですよ。決してそのみんなと一緒じゃない。同じ肺病って言ったって、私が肺病をやってんのとあなたが肺病をやってんのとって、これねそう簡単に一緒じゃないの。それでその点ね、みんなどっちどう転んでも自己切りの自己が生きてる。このどっちどう転んでもっていう面が人一方の世界だ。そしてそれが自己切りの自己の生命っていうんですね。この自己切りの自己っていうのがまた、非常に矛盾した言葉だね。自己切りの自己っていうと他はいない、他はいないとしたらもう 自己とも言えないはずなんだ本当は。ところが一応ね、例えば一家のうちでもその子供がいると奥さんはあなたのことをお父ちゃんって言うじゃんその何も奥さんのお父ちゃんじゃないわけなんだけど、お父ちゃんって言うでしょ。これはいわば子供に対するその親のですね、この、その名前を使って奥さんも、それからあるいはおばあちゃんがいても、お父ちゃんはねえって言うじゃない。でみんな一家の中でお父ちゃんって言う。でそれと同じように、今自己切りの自己って言ったら本当はもう自己とも呼べるないもんです。しかしこうやってお互い通じ合っているところでは、私自分あなたとこういうんで、そういう関係にあるでしょ。
それだからそういう面から言って自己っていう言葉を使ってるわけね。本当はあなたをひっくるめた自己なんだ。でこれだからもっと本当に言えば生命っていうべきだ。だから私が今度自己切りの自己っていうのが今度生命切りの生命ということになるね。で人十方世界どっちどこでも生命入りの生命、だから人一切生命、その生命というのは何も他人の生命じゃないか、私の生々しい生命、自己切りの自己。でその自己というのは決して他個はないね、他物はない。それから私が出会う世界って言うけれど、その世界も自己なんだ本当は。これ私がこうしてこの世界に生きている、しかしながらこれ私が体験すればこそある生命なんだからね。それでこの世界、私だけの世界、この世界ぐるみ私、世界ぐるみ私の生命、それで結局その自己切りの自己、生命切りの生命、そういうね、今こうやって一生懸命説明してるけど、本当はこれもう手元足元事実、誰でもそれを生きてるんです。いいですか、決してその、どういうことを言ってんのかなって向こう側に置いちゃダメだ。みんなどっちへと転んでも自己入りの自己、生命入りの生命、生きてるんだっていうことね。これ間違いない、これ実物なんだ。それで私そういう点から言ったら、また自己はですね、自己の生きる世界を、この世界を持って生まれてき、それでこの世界を持って死んでいくっていうね、そういうもんですよ。決してね、この世界に生まれてきたから、あの世界の中のオール分の1じゃないんだ。みんな考えてんな、オール分の1としての私ばっかり考えてる。このみんな考えてんのはオール分の1ですね。あ、オール分の1だ。こればっかりしか考えていない。このオール分の1っていうことも事実私じゃある。しかしながら本当の私はオール分のオールですよ。いつも言うように1イクオール1分の1で、これは2分の2で、そしてこれはオール分のオールだ。こういうそのオール分のオールを生きてるわけですね。それの中の今私っていう言葉使ってるの、それの中の一員としてこうオール分の1の私でもある。でその全てをひっくるめたその自己入りの自己、生命入りの生命、これをね、先にやった弁道話では法と言ったでしょ。弁道話では法と言う、マカハンニャハラミツの巻ではマカと言う、マカってどんな字だっけな、そして今ここでは人十方世界、これ一家の名字っていうね。そしてまたこの次やろうと思ってる即身是仏の巻では真とこういう、あるいは仏性といい、あるいは諸悪魔者の
巻きじゃ、マクサとも言う。はい。いろんな言葉で言うけれどね、消防現像のみんなこれだけを言ってるんです、この実物をね。で、今ダネというのもこれだけをやるんだ、自己切りの事故自己切りの事故をただやるって、それがダネだからね。いや、それだからね、私が安泰での座禅のやり方を私流のやり方に変えたのはそれなんだ。もうすべて他度の社交なしってこと。普通接心って言ってもね、接心の時にそのあれなんですね、やっぱりこういつも接心の時に出会う仲間っていうのは決まってくると、お互いに釈放するじゃない、精神中にね。そしてお茶なんか立ててっていう話になってくると、これはお茶飲み精神になる。これを一切やめて、そしてただこれだから話するとこれ他との関係になるね。でそれで座禅が途切れる。だからその話、無言の行、絶対言葉を声を出さない、発散させない。そしてただ5日間なら5日間じーっと朝から晩まで座ってるっていう。こうするとね、自己切りの事故になる。それを自重三昧っていうのね。これ私がそういう精神のやり方を始めたのは、沢木老師がね、座禅とは自分が自分を自分することであるっていうね、沢木老師の有名な定義だ。これを純粋にやろう。で、これ道元禅師は自重三昧っていう。そうするとね、これは全て私切りの私の生命です。そしてあらゆるものが私の自己の生命の風景ということはよくわかる。で、この全てのことがですね、自己の中の風景としていろいろ現れてくる。これが明らかな玉ってね、この一家の名字、いろいろな自己切りの自己っていう、その生命の実物としてまとまり、私としてまとまりながらだ、その中でいろいろな生命の風景を映す点で、それを原社の死病症はこの一粒の明らかな玉って言って、そういう表現したわけ。それでですね、結局今私がいつも言うように、その缶詰は開けなきゃ。今昔からの仏教はみんな、の仏教用語を缶詰にしてるんだ。そしてその缶詰のまんま、ただあっち動かしこっち動かしって、これは缶詰である限り運搬には便利だ、それから保存も効く。しかしながらそれじゃもう何の腹の足しにもならない。それで私のやりたいことは、いちいち仏教の言葉をこう一生懸命缶詰で開けてね、そしてまず自分、私も食い、皆さんにもその味わってもらいたいっていう、そういうあれなんですよね。このだから人実法世界、これ一家の名字っていうのも、この私流のね、この現代語訳してみると、つまりね、どっちへどう転んでも自己切りの自己の生命を生きるのだっていうことです。人実法世界、これ一家の妙理。だから我々どっちへどう転んでも自己切りの自己の生命を生きるんだ。まあそういうふうに、そうするとそういう言葉だけのノートに書いて覚えたってしょうがない。もう本当にそのあれなんですね、我々どっちどう転んだ。いや、それね、そこがね、
わゆるの臨済禅流のあれとちょっと違うとこはね、まあ臨済禅から言えば何より悟りが大切っていうじゃない。そうすると迷いの方へ転んじゃったんじゃダメなんだ。どうしても悟りの方へ転ばなきゃ、それじゃ人事一方世界にならないんだ。どっちどう転んでもって話にならない。で、道元禅師の座禅の大切なところはね、どっちへどう転んでもって言うんだから、決してね迷いが悪いわけじゃないんだ。悟りの方へ転んでもよろしい、迷いの方へ転んでもよろしい。悟りと迷いと一目に見てるっていうところへ座るってことは大切なんだ。それみんなあれでしょ、悟りはいいけど迷いはいけない、幸福はいいけど不幸はいけない、極楽はいいけど地獄はいけない、みんなそういうふうになる。生存はいいけど死ぬのは困るそうでしょ、そうでない。今道元禅師の座禅の大切なとこはね、悟りも迷いも幸福も不幸も地獄も極楽も、生も死も一目で見てるっていう、そこが大切なんだ。それがさっき言ったように、この生命の 実物から言や、この世界を持って生まれてき、この世界を持って死んでくんだからね、もう決してね、生の中にこの世界の中へ首を出したことが生まれてきたんじゃないんだ。そしてそれから生存からこの退場することを死ぬって、こうそうじゃない、もうどっちへどう転んでも自己切りの事故なんだ。生まれるのも死ぬのも生命入りの生命、こうなるんだよね。それでね、今度ちょっとここのところをちょっと書いてみますとね、人事一方世界、これ一家の名字、学人いかんが江戸線っていう、この層の話ね、これをね、どっちへどう転んでも自己切りの自己を生きるのだとおっしゃいますが、それはどういうことでしょうとね、そう訳してみましょう。そうするとね、C 曰く、これがそうね、で、これも死は、死いわく、まあ、どっちどうこ、このどっちどうこの、これは訳しますよ。どっちどう転んでも自己人の自己を生きるのだ。どっちへどう転んでも自己身の自己を生きるのだ、それはどういうということじゃないと、こういうふうに訳せるね。それから来日深夜、どっちへどう転んでも自己身の自己を生きるのだということはだなって言ってね、
とまたこの話持ち出したわけだ、源さんがね。そうすると僧が曰く、どっちどう転んでも自己に身を自己を生きるのです、それはどうということじゃありません、こういうね。そうすると死曰く、こいつねって妄想を書くな、まあそんな風に まあこんな風にね、この文章を現代風に訳して、現代語で訳してみたらこんなことになるんだ。それでこういう問答の中でいかにもね、だからざっと見るとそうは全く原者の気持ちがわからないで言っているようにも見える。しかしながらね、そのここのところでね、どっちどう転んでも自己切りの自己は生きるのだとおっしゃいますが、このところでね、今さら転んでも自己入りの自己を生きるのだとおっしゃいますが、今さらそうおっしゃるのはってこうね、一つ入れてごらんなさい。そうするとね、話がこう、そうが何もわからないという人間でないってことになってくるね。ことにね、それはどういう仏教としてはどういうってこれあれですね、いかんが江戸伏せん、このいかんですね、これをどういうっていうで訳したんですが、いかんっていうね、どういうとこっちは絵を用いて何かせんとか、あ、そもっさね、そもっていう言葉を使ってるんですね。絵を用いて何かせんとか、そしてこの私は今どういうって言葉を使ったけれど、このどういうっていう言葉はね、こうこれってこうね、まだ決まっていない。このどういうっていう、どういうことですかっていうのはね、これですねってこう、これっていうふうに決めていない、いわば不定ですね、不定詞だ。決まっていないっていうところはね、の言葉をね、この禅門では非常にあれ、生命の実物、これは決まらないんだね、これってつかめないっていうところ、それを表現する言葉として非常によく使っている。陰もとか、そもとか、そもさんとかね、あるいはこの今言う「いかん」とかって、これは今ここで そういう話するのは、ことにこれからこういうあれがたくさん出てくる、証拠現像にはそういう「そもさん」とか「いんも」とか「いかん」とかっていう
そういう不定詞、疑問詞でもって生命の実物をこう表現している言葉はね、非常によく出てくるから、またこれも繰り返しながらその時その時で言いますが、まずここでそれを言っておかなきゃ。それでですね、そうしてみるとどっちどう転んでも自己入りの自己を生きるのだとおっしゃいますが、今更そうおっしゃるのはそのどういうことなんですねって、あれですねってこう言ってるように聞こえるね。そうすると、いやそうでないって、どういうってことじゃないっていうのもね、俺ただこれを不定詞なんだからね、不定詞を肯定しようが否定しようが同じ意味です。これでそのそしてまたこれもでどういうどう理解したか、どういうふうにこれ理解したかっていうのに対してどういうってことではありませんっていう、これやっぱり同じね、生命の実物をお互いこう分かり合いながら、ただあっちあっちからもこっちからも言っているだけの話と、こう見ることができるっていうことですね。でこうそうなってくると最後のこいつめ変なモードかよなっていう言葉がね、よくバカに、褒めてる言葉になるね。この褒めてる言葉っていうのはね、妙なもんですね。こう素晴らしいその美人に出会った場合ね、こっち来ちゃうって言うんで言いたくなるんだそのあなたは綺麗ですって、そんなね、じゃ生ぬるい、こっち来ちゃうって俺の手の届かないところにやってっていう意味か、そういうでね、まあそういうそう言っていながらね、この、じゃあこの層はよく芸者の気持ちを分かりながらそのこの問答をしてんのかっていうと、そうとも決まらないところがある。いや全く分かんないのかもしれない、いや分かっても分かんなくても、大切なのはね、その分かっても分からなくてもだ、どっちへどう転んでもの話なんだからねこれ分かっても分からなくても、どっちへどう転んでもだ、ここのところがね、その微妙なんですね。それなんとかどういう境界なのか、それがその分かりたいと言うんだと、これ合格不合格ある、そうじゃない、どっちへどう転んでも分かっても分からなくても、それよりももっと奥行きの深いところがこのどっちへどう転んでも自己切りの自己を生きるのだっていう話なんだからね。でね、沢木老師がその道元禅師の仏法は有水だって言われたのはそこなんですね。でこの道元禅師の正法源座はどっちどこでも有水なんだ。あれでその辺のあれでもって、分かったって言っても間違い、悟ったって言っても間違いね。でその辺の有水なところを味わいながら読まなきゃなんだ。まあそういうつもりでもって読んでいきますと、これだからね、何も、皆さん自分がね、自分と関係のないどの辺の境界を言うのかなって、そうか向こう側へ置いて考えたんじゃいけないってことね。そうじゃない、思っても思わなくても、どっちへどう転んでも、この自己切りの自己を生きてる人十法世界一家の明珠の中にもうどっかり生きてるんだということ、そこのところをあれですね、これ何て言うか
だな、悟るっていうか気づくっていうか、とにかくそっちの方、問題はそっちの方にあるんだっていうことね。だから悟る悟らないの話じゃない、事実として俺がある、もうそれの真っ只中に生きてるんだっていう、そっちの方向にあるんですよ。それだから非常に優遂だねで、まあ、その本文を読んでいきますと、今同習する人立法世界、これ一家の名字、初めて現者にあり。人立法世界、これ一家の名字っていう、たったこれだけの言葉だけどね、これを言い出した、これが現者が初めて言い出した、現者の一代の孤力っていうかね、もう現者が一生かけて言い出した言葉だ。いや、その点私でさえも、これ事故っていう本の頃には思い以上の私っていう言葉ね、あれば一生懸命追求したいく、なんとかこれを言おうっていう、それで言い出した言葉が思い以上の私っていう。それからその次、今度はあれね、天地いっぱいの人生っていう、そういうの言ったね。それから、生命の実物っていう、これも私のこの生命の実物っていうのは、まあ私の一生の中で、一番あれじゃないかな、生命入りの生命、この実物っていうのはね、この実物っていうのは、そしてその実物はってね、世界ぐるみ、そして世界を持って生まれてきて、世界を持って死んでいくっていうね、まあそういうような、これ各々ね、あの実物に出会ってる限りに、その実物表現、その人なりの表現があるべきだ。で、いろいろ言って今芸者の場合、人事一方世界、これ一家の名字で、その終始は、人立法世界は広大にあらず、微小にあらず、望遠にあらず、抽象にあらず。これは人立法世界っていうのはね、大きさの問題じゃない、広大、広いもんでもない。それみんな人立法世界っていうから、さっき言ったように、東西南北周囲上下バーッとって広がった空間のことを考えるね。それじゃあ分からない、そういう大きさの問題じゃない。あるいは微小って言って、もう顕微鏡的世界のことがあってね、そうでもない。だから方円にあるっていうのの、また形の問題でもない。方っていうのは四角い方でしょ、だから円っていうのは丸いとか四角いとか、そんな形の問題でもない。中小にあらずって、中っていうのは当たるって、非中の中だ。それから正しいね、そういうあり方の問題でもない。それから活発発にあらずって、活発発っていうのはね、魚がこう勢いよく跳ねる姿ですね。それから露経系っていうの、これは何者にも覆われない明らかな姿です。そういうね、まあ活発発っていうのは、いかにも異性がいいっていうんで、これまあ露経系っていうと、いかにも明らかな、こういうね、そういう生理的心理的ね、あり方の問題でもない。いや、これいちいちそう、それでもあるっていうのが裏にあるんですよ。もどうせ人事一方世界なんだから、どれもこれもなんだからね広大でもあるし、微小でもあるし、
講演でもあるし、抽象でもあるし、活発でもあるし、ご経験でもある。